んばんは。本日は花だれ公演2公演ありがとうございました。今日はこれからヒューッちょっとやり直そう。ヒューッシバーン、ウニのようなビヨンド豆腐イエーイを食べたいと思います。これさ、2年前ぐらい、1、2年前ぐらいにコンビニで初めて出会ってうまってなって、これさ広島のコンビニ多分ないよね。だけ東京来るたんびに食べよったんよ、久々にさ。嬉しい。これガチ勢すぎてわさびと海苔を別で買って、あと米も買ったかな。このウニ軍艦みたいにして食べとった覚えある。こういうのさ開けるときさ散りそうでさ怖くないですか。今日は白い服着とらんけんそんな大丈夫やけど、あでもこれ全然散らんわ。ナイスナイスナイス。いざ実食いただきます。こちらなんかマンゴープリンみたい、見た目うまい、うまね、うまい、おいしい。ウニだこれは。お米とさ、海苔とさ、わさび求むキューボ、うん、私さ、あの、あれあるやん、何回ね、あれのさあの目つぶって食べて、これは豚肉でしょうか鶏肉でしょうかみたいな、極めるやつ、極めるやつなんやっけ、格付けや、格付け、格付けでこれ目つぶってあーんって食べてもちょっと分からん、自信ある自信持つなって感じなんですけど、ああうん、This is ウニ。ウニ好きな、好きですね。そんな頻繁に食べるわけではないけど。あれめっちゃ少し、そうだよね、これさマジでさほんのちょっと、めっちゃちょっとさ、こんぐらいをさ目つぶって食べたらマジで分からんと思う。分かりません。
幸せなり。今日さ2公演やってさ、心も体も達成感に満ち溢れています。夜はね、そう、配信もアベマさんで無料配信もありまして、見てくださった皆さんありがとうございました。現地で見てジーンときた。ほんまに？うれみ、うれみですな、そりゃ。アベマ5万人も見てた。5万人って想像つかん。楽しかった。ありがとうございました。髪型がめっちゃあったの。ほんまに。今日は髪切って初めて巻きました。で、ちょっと見えにくいんやけど、たらし編み込み。編み込みたらしや。編み込みたらし。をしました。このさ、ウニのさ、めっちゃ美味しいんやけどさ、なんかさ、ウニってさ一気にいっぱい食べるものじゃないじゃないですか。なんかやけど、なんかゆっくりのんびり食べたくなる。わさび求む。最近さ、卵かけご飯にハマっとって、よくしよんやけど、卵かけご飯に私ほんまにいろんなもの入れるんですよ。でも最近特にこれめっちゃ美味しいわって思ったのが、わさびをつけて、で海苔で巻いて食べたらめっちゃ美味しい。わさびいいね。私そういうさ、なんかわさびとかからしとか、なんか味変する調味料とか好きなんですよ。油そばとかもさ、いっぱい味変できるところが好きだったり。そうそうや、薬味好きなんよね。でも卵かけご飯にね、わさびめっちゃ美味しかった。生姜も大好き。生姜ほんまに好き。
今日2杯食べた。1日煮卵かけご飯なかなか聞かんね。いいね、愛を感じる。朝に食べるの？いや、私は昼か夜、家に寄るときに食べますね。めっちゃ美味しい、ほんまに卵かけご飯。体がさ、マジストレッチせんとさ、明日めっちゃ筋肉痛になってそう。これレッスンの時に腕を回す。そう、4日連続ライブ、めっちゃ久々こんな連続でライブあるの楽しい。体柔らかいん。そうなんですよ、私マジであのこういう公演した後の体の柔らかさ尋常じゃないですいや、見せづらいな。あ、まあ、いいか。ほら、で、この足をこう戻せるんですよ。すごくない？私、公演始まる前と後とでマジで違う柔らかさ。そうなんです。普段から柔軟してるんか。いや、マジでしてない、本当にしてないけん、これはあのラッキー、ラッキー柔らか。唇噛んで指で触ってあなたとのキス確かめてたら目が病んで星がこぼれて小さな部屋に迷い込んだ。ああ、デトレボット登ってて半身思い出しません。そうやんね、半身愛子さん歌った。君にいいことがあるように今日は赤いストロー差してあげる。皆さんツイッターとインスタ見てな。
回公演の時って合間の時間どうやって過ごしてる？髪の毛チェンジしてもらったり、今日はそんな時間あんまなかったけど、あ、今日は地方コンの打ち合わせをちょっとやりました。マジでもう楽しみすぎてやばい。もうほんまにほんまに楽しみ、めちゃくちゃ楽しみです。ちょうど1ヶ月後ぐらいかな。楽しみじゃん。また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 ね、またチュッチュッそばにいたかったんだ。今日は愛子さんで嫌いになればいい、僕のことなんて忘れて。ま、ちょっとさ、間開けて久々に今食べたけんさ、もう一回感動した。今日はゆっくり湯船に浸かって鬼のように爆睡できそうそして明日のアットジャムに備えて寝る。今日はすごいのんびり配信ですね。あの子が好きだった、信じてられた瞬間は本当だった。ソロコンダイクさんの歌どうでしょう。私はあのネタバレ絶対しない系なんで多分歌わないですね時はめっちゃわかりやすくそうですね、ネタバレするときはもうすんごくわかりやすくネタバレするけど、ネタバレね NG。
ございました。改めて TDC でやった地方コン、ほんまに最高だったなと思う我ながら。あの衣装当分着た案件着たいな。あの衣装めっちゃ可愛い。あのソロコン、地方コンの時に作ってもらった白いさ、めっちゃゴージャスな衣装、もうどんぐらい着とらんのやろ。あれ着たいな。そう、オリジナルで作ってもらったあの衣装ほんまに好き。あれどこに保存されてる？あれは広島にあります、 STU の衣装倉庫に。焼き着たいな。ちょうちゃん以外誰も来てませんよね。うん、来てない。私がいつか卒業とかしてその後に誰かが着るとかならあれやけど、それまでは独占したいですねそう、今日さライブ後やけんさ、めっちゃ歌いたい気分やわ。じゃけこんな、なんか今日いっぱい歌っとらん。悔しい、カラオケのやつやりたかった。イヤホンがさないしさ、これイヤホン刺さらんけんさ
そう、家に置いてきたんですよ、配信用の端末。少し背の高いギロ、え、懐かしいギロ。そう、なんかね、ナチュラルにね、一個だけね、パーツがついとんよ、両手に。ミキ、それがこの音になります。それがなかったら、あ、それがなくてもこの音になるわ。私もギロ選びよった、音楽の時間の時に。そう、ギロってなんかさ、ドレミファソラシドとかがないけ、なんか自由演奏型でいいよね。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコ。早口言葉したい。何があるっけ。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。言えた。隣の客はよく柿食う客だ。早口言葉はもう気合と勢いです。すもも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 のうち、もももすもももものうちちょっと危なかった。隣の客はよく柿食う客だ、隣の客はよく柿食う客だ、隣の客はよく柿食う客だ。どうや。生麦、生卵、生卵生麦、生卵、生卵。なんか早口言葉はリズムに乗って言ったらめっちゃいい。生麦、生卵、生卵信憑性な。東京特許許可局長。早口言葉コーナーでした。炙りカルビ、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 炙りカルビ。え、めっちゃ言いたくない？びっくり、自分でも。やっぱ愛が強いけんかな、炙りカルビの。柿とかよりもさ、愛強いけんさ。なんかさ、早口言葉と思われる漢字がいっぱい、漢字がつらららららなコメントがいっぱい来るけど、もう
読めない読めない漢字がいっぱい読めない読めない。東京まだ暑く暑い。分からん、なんかそんなさ外出とらんけんさ。ハロー。移動して会場着いて移動してみたいなばっかやし、その暑い時間帯昼とかに外におらんけんさ、そんな分からんけど、でも暑そうな予感東京もまだまだ暑そう。来週から下がるの？嬉しい。秋の装いになりたい。秋が好きですよ。秋と春、ここ最近減ってきてる日日数が。秋と春、盗んだバイクで走り出す。どこ行くんだろうね。ね、どこ行くんだろうね。でも海辺じゃない？なんかイメージ。盗んだバイクで走り出したとして、どこに行くかと言われたら。あ、そうや、行く先もわからぬまま。すごい、私もうちょっとで選抜入りだ二代目シルバーだるまなんちゃら17位今。シルバーだるま女王。光栄ですね光栄です、本当に。ゲーセンのバイクのゲームしたことある？そんなのある？車しかしたことない。マリオカートマリオカート、バイクのゲームしたことないな。最終に間に合ったよ、0時ちょい前にそっちに着くよ。メール短すぎたかな。
私さ、なんでこの歌急に歌いたいって思ったんやろうと思ったらさ、このギフトでさハート送ってくださった方でさ、ラバーって名前がついてる方がおってさそっから大阪ラバーが思い浮かんだんや。新大阪駅まで迎えに来てくれたあなたを見たら、今日もうちへ乗こうか。これ広島弁でなんか一回やったことある気がする。最終に間に合ったよ、レジちょい前に装置に着くわ、メール短すぎたかね、うちもそっけないけど、広島駅まで迎えに来てくれたあんたを見たら、いつも履いとるスウェット今日もうちに乗こうか、宮島の鹿字余りすぎる。宮島という島の厳島神社、久々みたいな、明日さたまにはいいじゃろう、そうじゃねえって行くんいかんの、なんだここに来とったって、広島弁は上手になれんし、楽しそうにしとったってそれは内心めっちゃ寂しいよ、あ、内心ぶち寂しいよ、近そうでまだ遠いんじゃ広島。満足。万博公園の太陽の塔見たことない。でもなんか妄想なんて想像はつく、なんかあれああいうのだっていうのは想像つくけど、実際に見たことない。広島空港まで迎えに行ったら結婚してくれる絶対しないですよそれぐらいじゃ結婚しませんね、条件激ゆるやないかい結婚する気ないな、さては。今日一人部屋だよ。チャリで
チャリで迎えに来たらどうなるん？だってさ、空港やけんさ、絶対キャリーケースとかもあるけどさ。チャリで迎えに来て、でもキャリーケースを乗せてもらえる？自転車に。うん、眠くなってきてますか？なんかずっとなんか達成感に満ち溢れた感じ。そう、ほわーって感じ、めっちゃほわーって感じですね今。ほわーんでずっといます。アドレナリンだ。いや、アドレナリンはね、もう切れてますね。ふわーんって感じ。いや、出たんかな、まだ。いや、出とるか。アドレナリン切れてないね。一周回ったって感じ。明日朝ゆっくりな。なあ。いや、まあゆっくりの部類に入るんかな。でも私からしましたら、もう私とまで行きますと午前中に集合の時点でもう早いなってなるので、午後集合じゃないと、あ、明日集合早いなってなるので、そう、でも普通に考えたら全然そんな早くはないんですけど。うん、11時でも早いなってなる。なんでだろうね。何時間は寝たい。リアルに8。起きずに熟睡できる。うん、基本起きずに、もう寝たら目覚まし鳴るまで寝っぱなしですね。寝起き、めっちゃ日によるけど、のさ、何回かやさ話しとるけどさ、目覚ましがもうほんまにもう超優秀やって感じのを使っとって、アプリなんやけど、どん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 大きくなるよね音が。でその音を止めるにはなんかいろいろ選べるんやけど、私はずっと計算、その算数、簡単なやつやけど 9+8 とか簡単なのを3個とかんと音が止まらんやつをずっと使っとって、それにしてからマジで寝坊がなくなりました。
たまにその計算式解いた後でも二度寝しちゃうけど、でも本当に二度寝する確率がめっちゃ減った。そう、何年ぐらい続いてる？これ多分ね、おきちゃんに教えてもらったんかな、誰に教えてもらったんかいね。いやでもおきちゃんかな、だった気がする。もう2年ぐらいこれ使っとるかな多分。びっくりするぐらい画面に映った自分が眠い時の人間の顔すぎて今日地方のパフォーマンスは最高だと思いました。嬉しい。今日私ね、我ながらね、いい感じのパフォーマンスできたって思いました。明日の髪型決めとらんけど、ちょっと羽かな。皆さん昨日さ、外羽この長さで外羽しとったんやけど、今日巻いとって、どっちが好みですか？今日さ暑かったけんさ、夜まとめようか悩んだんやけど、でも久々にたらし、編み込みたらししたいなと思ってこれにした。すごい今日が多いなと思ったところに圧倒的に昨日っていう意見もあったり、すごいマジあれだね、好みだねこりゃ。もうそう、明日はアットジャムなんやけど、明日ベレー帽かぶっとるけいさ、それで探してください、お願いします。そう、今日久々にベレー帽をかぶった。タンポポ衣装の時やばい。ネムネムマックスって感じ。What time?
ちょうど11時ぐらい。じゃあ終わるぞ。ランキングを読みます。20位タカボンさん、19位ガンスくんさん、18位強運の坪井祐介さん、17位ケイセティンさん、16位ダンシンモンキーさん、15位太郎さん、14位タカヒロくんさん、13位ブルーさん。変わった。タカボンさん、ガンスくんさん、強運の坪井祐介さん、ダンシンモンキーさん、太郎さん、タカヒロくんさん、ブルーさん、キャンシーさん、ありがとうございます。ありがとう。12位、よしよしよしおさん、11位ミックさん、10位ケイセティンさん、9位20世紀ともちゃんさん、8位台湾のコウさん、7位マンボさん。ラッキーセブン。6位ユリアピースさん、5位ツリケンさん、4位テリーピーさん、3位キシンプレミアムさん、いてよアットマークハルジーコさん、スイスイ、おいしいよね。2位おっちゃんさん、ツツ。そしてそして第1位はピューシュン、ヨイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイイエイイエイ、ありがとう。夜公演楽しかった、配信もありがとう。こちらこそ公演ありがとう、見に来てくれて嬉しかった。ということで、じゃあスクショタイムしようと思います。イエイ。あれ、おしまい。ということで、皆さんありがとうございました。ありがとうだよ。明日はアットジャムあります、お願いします。それではおやすみなさい。バイバーイ。